はい、えー。無事にエジプトのリトリートから戻ってきました。えー、というわけでですね、えー、この、えー、今日の動画というのはね、えー、もうエジプトで受け取った圧縮した大切な情報をですね、皆さんにお届けさせていただきたいと思います。やっぱり私たちは本当に大事にすることは目に見えてない。だけれども、それに実際にあなたが 意識を向けることで見え始めます。なので、最後までどうぞご覧ください。では、スタートします。<music> こんにちは。穴口恵子のハッピースピリルライフにようこそ。今日もご視聴いただきありがとうございます。 いやまあ、エジプトに帰ってきて、ほやほやなんですね。こっからもうエジプトの、えー、ね、エネルギーがブワーって画面上に出てきているぐらい、それぐらい、この2023年、エジプトリトリートはですね、えー、もう本当に盛り上がりました。で、あの、私のリトリートについてね、ちょっと初めて聞くことに、まあ、お伝えしておきたいんですが、私自身はですね、えー、この、いわゆる聖地リトリートっていうのはね、2000年、 ほぼ、ほぼ2000年からですね、少し早くハワイだけ、えー、特化してやってたんですが、それ以降ですね、えー、まあ、ハワイ島といえばレムリアですね。まあ、ハワイ諸島ですね。そして、えー、その次に、ペ、えー、アクション、あ、実際にはで、ね、英語喋りそうだ、ね、えっ、ー、と、ペルリトリートが一番最初に私自身が、えー、メンバーをね、えー、連れていったは、初は、 で、ペルーだったんですね。シャマニックリトリートをしてですね、はい、えー、マチュピチュに行ったりとかですね、その他のたくさんの聖地があるんですけども、皆さんと、えー、お連れして。で、結果的にですね、そこで目に見えない虹の光の同胞団っていう存在に出会ったんですね。あそんな流れでですね、あ、この聖地に来ることによってより自分自身の感覚や感性が開き、 目に見えない存在と、えーまあ、本当につながり、えー、交流できるっていうことが分かり、そういう意味でたくさんの方々を、本当にもう、シャスター、アメリカで言うとシャスター,、えー、セドナ、そして南仏、うんね、とそしてイギリスのグラストンベリー、えー、エジプトなどですね、えー、数々の聖地を、えー、リトリートという名で訪れています。で 今回のですね、エジプトリトリート。で、エジプトはですね、本当にあり,ありがたいことに、えー、少なくとも参加者は貸し切りで活用、うん、していて、で、えーまあ、活用というかね、その聖地とつながるプライベートな時間を私とグループで持てるというね、そういったことを確約していくんですが、本当に面白いことにですね、えー 貸し切りを確約していない場所に置いても貸し切りになるんですね。これどういうことかっていうと、やっぱりこのリトリートに来るという意図を持って私と共に何をするか。まあ今回は覚醒エネルギーマスター。私たちが目,目覚めて目に見えないこのエネルギーをマスターするというような流れを意図して皆さんとレシスタに巡っていったわけですね。で、まあ本当に それぞれの、例えばスフィンクスからの貸し切りが始まって、まあ皆さんね、今日はこの話だけで終わるんじゃないかなと思っているんですが、だけどすごく大事なことなのでお伝えしておきます。で、私たちっていうのはこのね、銀河系という宇宙に存在して、なんとなく宇宙って、まあ一つなような意識でいるじゃないですか、ただこのスフィンクスでとの つながり。まあ、スフィンクスを通して、えーまあ、銀河連合のみならず、多次元宇宙連合とのつながりが起こりました。で、この、このほんと素晴らしいのは、このスフィンクスというね、実際に太古に作られた、えー、この遺跡の振動、えー、数は、もうずっとは、あの、いろんな交流をこのスフィンクスに、えーが を通して繋がってたわけですね。私たちがこの、この人生転生する前に。で、その中では銀河系があったりとか、それ、それこそオリオンとかね、実際に私たちの知っているシリウスとかあるわけですね。で、アンドロメダとか金星とか。でも、今回はですねあ、もうそれを超えた多次元宇宙とのコンタクトを取るというね、そういった、あの、 えー、メッセージが来たわけですね、そこで。で、えー、皆さん一人一人もですね、実はこの私たちが今すごく馴染みのある宇宙うをね、えー、捉えるんですけれども、うん、もちろんですね、この私たち一人一人は、その私たちがまだこの地球からは見ぬ、えー、違う宇宙というね、えー、が存在しているわけですね。で、この これを知ったときにですね、この多次元宇宙との、まずは、えー、自分はつな、えー、がりがあるということの、まあ、認識し、そして、そこに対して、自分がさらに目覚めて、それを深めて、自分自身の今、この地球上での天性で、つながって、それこそ多次元の英知、そして多次元で自分自身が持っていた才能を、えー、この 地球上にもたらすためにな、この私たちが多次元宇宙とつながって、そのアカシックレコード、まあ、アカシックレコードっていうのは、その各宇宙にある、まあ、えー、図書館、そしてそれにおいて個人が体験した、体験する今、体験する未来ですね。そういった必要情報があるわけですね。だからこそ、その多次元宇宙の アカシックレコードにつながるということを私たちの認識に入れたときに今まではそのこの地球が存在している宇宙からのタイムリーな必要な情報はキャッチできてチューニングして受け取ってこの目,は目には見えない情報ですが自分の中で自分というものは受信機全身が受信機なのでいかに活用するか広めき そして直感、そしてあらゆるスターキック能力を使ってね、この現実創造をしていきます。が、実際にその多次元宇宙のアカシックレコードと繋がったときは、それの、その1点の <laughs> 宇宙のアカシックレコードから来る情報以上にもっと私たちにタイムリーに必要なものが、ね、一流万倍日のように、要は何倍にもかえって、 情報が来て、それが自分という受信機の中で集約されて、そして今ここで活用して現実創造をしていくということが起こるわけですね。本当に見てたら面白いのに、お面白いことが起こるわけですけれども、これ私だけに起こっているわけではなくてね。でも本当にその、えー、リトリートの今回、覚醒エネルギーマスターたちは、実際にその振動数につながって、そこで アカシックレコードから受け取ったギフトが、こう実際にはピンポイントでこういうことだってわからないわけなんですが、面白いことにですね、旅を深めていく中に、やはりもうすでにその受け取った情報が現実創造されていくわけですね。もう本当に私は嬉しいなと思ったのは、その学生マスターの数人の話ですけど、一人はですね、レムリアの愛の魔法の学校、 ドルフィンサーテンプルミステリースクールの卒業生であり、私のアセンションチャネラーのコースの卒業生でもあったんですね。で、その彼女はね、本当に多彩で、えー、でその霊的な能力の高いんですが、どんな風に自分がこの社会に貢献するか。で、えー、元々看護師ですごいあのレベルの高い看護師だったんですね。そしてやってきた情報。で、具体的にそれが始まったんですけれども、リトリート中に、宇宙オペ。 っていうね、ものが降りてきて、そして肉体レベルで課題があるところから入って、そして深いレベルのその人の人生を阻んでいるものをするってね、2、30分でクリアにするっていう、そういったものがこう実際に自分の中に,に統合された多次元宇宙のアカシックレコードの情報から現実創造していて、帰るまでにもうそれをやるっていうね、自分の専門性が決まったとかですね。で 最終段階に本当に自分自身がこの地球でできることっていうことを思い出して、本当に銀河系のプロデューサーっていうね、キーワードが降りてきて、で、その実際にはね、25年という長いえね期間、会社員で実際にそこでもスピリチュアルとリ,リアルを統合したね、コーチングのようなことをえその現場でやっていて、上司まですごいスピリチュアルで、ね、 その彼女がですね、やっぱりその仕事というね、この地球でできる仕事プラスアルファ、そういう目に見えない世界を、その仕事と掛け合わせて、あるいはその仕事を超えたところでね、なんかそのプロデューサーというキーワード、その銀河レベルで何かを作って、作り上げるということにひらめていたりとかですね。いろんな意味でみ皆さんにね、今日伝えたことは、まだエジプトのシェアの一部なんですが、ぜひね、 あ,あ、多次元宇宙のアカシックレコードってあるのだって今日の時点で。そして私はこの眠っている間に、この宇宙だけではなく、地球が存在している宇宙だけではなく、私が転生した多次元宇宙のアカシックレコードからも、えー、情報を受け取る扉を開く。そう意図してね、日常をあの眠る前に、えー、過ごして寝ている間にその情報を受け取っていただけたらなと思ってシェアしました。また、まだまだこのね、シェアは エジプトのシェア続くと思うんですが、えー、今日もですね、穴口恵子のハッピースピレールライフをご視聴いただきありがとうございました。というわけで、えー、概要欄にはね、すごい12月楽しいことを企画していますので、ご覧いただいたらとっても嬉しいです。えー、今日もあなたにとっての最高の一日になるように、そしてまたまだ登録されてない方はぜひ登録していただいたらめちゃくちゃ嬉しいです。ありがとうございました。